花食いだ選手と24番ベスト8いきます。ベスト8です。さあ1組目5.5 米本選手も頑張ったというコメントですが 5.5 米本選手が取っています。ポジションが変わってどうなるか。2組目でちなみにゼッケン19番の加納選手、目標ドライバー北岡雄介選手だそうです。五分です。そうですね、まあそんなに寄せられた追走ではなかったかなと。でまあ先行の加納選手19番加納選手が通ってるラインがちょっとやっぱり小さく見えるので、全体的にねずっとね通販手から小さめなので、もうちょっとワイドに行ってくれるといいなと。さあどちらのドライバーが大広く、そしてよし決まり決まり決めました。決まりました。はい、決まりです。ゼッケン7番の三浦選手が勝ち上がりました。久しぶりに実況はそういう余計なこと言ってくれないんですけど、5.5 松田。さあ松田選手がアドバンテージ 5.5 ということになっていますが、悩んだけど、まあ、5にしよう。セーナが 5.5 松田さん悩んだということですね。どの辺が。そうですね、やっぱり松田選手のスピードに対して高橋選手がちょっと引っ張られ気味で、走ってたんで、僕もちょっとこうコンマコをつけるかどうか悩んだんですけど、そこまでいかない。そう、大きな乱れはなかったんでそこまでいかず僕は5分にしました。ないように走りますというのが今日の目標。うまいんですね。アドバンテージを取っていた松田選手、入れ替えてもいい走りを見せました。64同じく64松田です。64で松田選手が勝ち上がります。うまいな。2016歳の柳井田カンタに対しまして浅沼トルネードが吹き荒れました。 KY だねあれね。これがバイトの実力だと見せたんじゃないでしょうか。どうでしょう。
アルバイター、アルバイターを舐めるなよという走り、大人げないですね、大人げない。ちょっと待ってください、16歳ですよ相手、もうちょっと優しくしてあげても。六沼、六沼だそうです。真似しとこかな、じゃあ入れ替えていきましょう。さあ六のリードを取った六四で浅沼、さあ今度はどうだ、また六が取れるか、当たってますよね、当たりませんでしたか、いやー八カンタ八カンタだそうです。すげー、すごかった。でも大丈夫な男はサンドマン、男の戦いだ。いや大人げないですね。それでも大人げないと言われるかわいそうな人です。いいんですよ、そういうやつ。そういう星の下に生まれたようです。いや未成年をあそこまでいじめるとはちょっと。未成年をあそこまでいじめる浅沼選手とは点々点と言われております。六沼です。六沼。またしても。松井さんも六沼だそうです。よし、カンタ頑張れ。さあ来ます。さあ来ます。どう出る。